台湾国防部は15日、防空識別圏エイディズに侵入した中国軍機28機に対して、直ちに離れるように少なくとも15回の警告を発しました。台湾軍は、何かあったらあなた自身の責任だと中国軍機に対して異例な警告を出す場面もありました。台湾の航空機監視サイト、台湾西南空域の Facebook ページによると、人民解放軍空軍の航空機が、同日午前5時半から午前10時頃まで、数分おきにエイディズに侵入しました。台湾軍は人民解放軍空軍に対して、注意警告を行いました。こちらは我々の領域だ。すぐに向きを変え、立ち去れ。との通常の文言に、一度は何かあったらあなた自身の問題だ。という異例の警告を加えました。この警告に呼応する形で中国軍機からは、私は中国共産党空軍航空隊の一人だ。通常任務を実施している。との回答が届いたといいます。中国軍機が台湾のエイディズに侵入したのは6月で4回目です。今回は28機の爆撃機や対潜戦機、電子戦機などからなります。国防部が中国軍機の動向を公表し始めた2020年9月以降、1日あたりの数としては過去最多規模です。国防部によると、中国軍機の一部は、バシー海峡の上空を太平洋側に飛来し、中国に戻りました。専門家は、主要7カ国首脳会議 G7 で、台湾海峡の平和と安定の重要性が強調されたことなどにより、中国が台湾に対する圧力を強化したものと考えています。また14日に、米軍空母ロナルド・レーガン打撃群が南シナ海に入ったことに対する牽制との見方もあります。台湾海峡の平和と安定については、16日に発表されたアメリカ EU 共同声明でも明記されています。これについて蔡英文総統はアメリカと EU に謝意を表明し、台湾海峡とインド太平洋の安全と繁栄を促進するため、信頼できるパートナーであり続けるとツイッターに書きました。皆さん、大紀元ウェブサイトの会員登録はお済みですか？大紀元ウェブサイトでは最新ニュースがいち早くご覧いただけて、どなたでも無料でご利用いただけます。登録は簡単。この動画の概要欄のリンクを押していただき、ご自身のメールアドレスと任意のパスワードを入力して登録するのボタンを押してください。そうしましたら、ご自身のメールアプリを開いていただき、エポックタイムズジャパンから届いたメールアドレスの確認メールをご選択ください。メール下方に記載されている URL を押し、ログインボタンを押してください。再度、メールアドレスと先ほど設定していただいたパスワードを入力して、ログインしたら登録完了です。エポックタイムズの記事を制限なくお読みいただくことができます。では、真実と伝統を伝え続ける大紀元をお楽しみください。